初春型駆逐艦は大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である。吹雪型駆逐艦の次の艦隊型駆逐艦として計画されたが、小排水量に過大な武装を盛り込んだ本型は、復元性能や戦隊強度に問題を生じ、建造は6隻で中止された。なお、建造途中で設計変更を行って竣工した有明と夕暮れは、 ありあけ型駆逐艦に類物されていた時期があった。1930年のロンドン海軍軍縮会議の結果、補助艦の保有量も制限され、駆逐艦には1500トンを超える艦は合計排水量の16%以内という項目があった。このため、当時主力として建造していた特型のさらなる建造が不可能になった。また、 大型駆逐艦の艦艦競争が起きることを恐れ、それ以上の建造を差し控えたという状況でもあった。そこで海軍では、徳型より約300トン、小さい1400トンの船体に、徳型に匹敵する性能を持った艦を計画する。元の艦より小さな船体に、同等の性能は無茶とも言えるが、藤本機構造船大佐は、 さきの特型同様の手法を用いることによりその要求を満たした基本計画番号 F45 なお排水量が条約の制限よりさらに100トン少ないのは保有席数の増加と建造費削減を意図したと思われる昭和6年度からの第一次海軍軍備補充計画で駆逐艦は1400トン型を計画 当初18席建造の要望だったが12席の予算が承認された。1、2番間春工の時点で口述する問題により、建造を計6席で打ち切り、残りの6席は設計を改め白ら型として建造されることになった。春工直後の小人、初春排水量を抑えるために船体には徹底的な軽量化が行われ、浮いた重量を平蔵に振り向けた。 また電気溶接を多用したのも同様の理由になる。線形は速力の要求を満たすために長さが長くなり、その上 GM を考慮して幅が広くなり、必然的に喫水が浅くなった。当時の復元性に関しては GM のみを重視し、レンジなどは深く検討されなかった結果、重心が高くて風圧側面積比が大きい、いわゆるトップヘビーの缶になってしまった。 なお、しのげなみ製工場のために、監視から船体中央までフレアがあるのも、徳型と同様である。本型が採用した手法は、徳型と同じ50口径3年式12.7センチ砲で、全部は、選手楼甲板上に、連装1機、その1甲板上に単装を、背負い式に装備した。後部は上甲板上に、連装1機を装備、計5門を搭載する。 このような手法配置は日本海軍では本型だけとなった。連装砲の砲側は B 型改めにで特型の通型以降に搭載された B 型が旋回、不業用の電動機を1台で兼用したのに対し、それぞれ独立の電動機を搭載し、旋回と不業速度を向上させた型になる。単装砲は A 型1機を搭載した。当初の計画では手法を 連装3機搭載。魚雷発射艦は4連装2機を搭載する予定だったが、魚雷発射艦の開発が間に合わずに3連装3機に変更。そのために連装砲3機のうち1機が単装砲に改めたと思われる。特型と同じく61立方センチメートル連装発射艦3機を搭載。竣工時から棒立てを装備する。 3番発射艦は2番発射艦の後部上構え上に装備するという得意なものだった。後の海軍標準装備となる次発装填装置を本型が駆逐艦として最初に装備した。予備魚雷の装填は気力によって行われ、所要時間は1本あたり20秒から25秒という短いものであった。これにより魚雷発射後すぐに再装填ができ、 再度の魚雷攻撃が可能となった。これまでは運搬車とチェーンブロックを使って装填しており、かなりの時間がかかっていた。ただ、予備魚雷は発射艦と同じ高さに搭載する必要があり、これも本型での重心上昇の原因となった。魚雷発射艦は90式3連装水上発射艦2型を搭載した。 特型が搭載した12年式3連装発射艦は中間を若干高くしていたが本型のは次発装転装置用に3艦とも高さが同じになった。艦は特型3型と同じロゴ艦本式艦3機を搭載蒸気圧力は 20kg 平方センチメートル蒸気温度300度で特型より圧力温度ともに上昇した。第一煙突に ボイラー2機、第2煙突に1機の肺炎が導かれ、第1煙突が太くバランスの取れた缶型となった。手機は、カンポン式、ギアードタービンで1機に付き高圧低圧タービン角、1で高圧タービンにギアを介して巡航タービンを接続した。特型では手機を1台ずつ左右の機械室に収めたが、本型では重角壁を廃止して手機は全部機械室一室に収めた。 環境は特型3型に順次、羅針環境上に発射式書、射撃式書、包囲板標準装置、3メートル速虚偽をひな弾式に搭載した大型の環境を装備した。羅針環境、発射式書、射撃式書には防弾後板が装着された。煙突は環境への肺炎の逆流を防ぐために特型より高くされた。 一番発射管の予備機を二番煙突の右側に装備したため、二番煙突は中央から左に寄っており、二番煙突形状も前方が狭い得意な形状をしている。後部マストは日本駆逐艦として初めて三脚式とした。復元性能改善工事後の初春行使運転の際、一番艦初春は打角10度に対し38度もの傾斜をして、 上位を驚かせたといい、六十度の傾斜で転覆するほど復元性能が悪かった。そのため、急遽原則にバルジをつけて GM を大きくし、レンジは約七十度に改善され一応合格と判断された。また建造中の若葉、初下も同様の工事を行った。しかしながら、初春と二番間守備の竣工から約半年後の九百三十四年三月に、 ともつる事件が発生する。この時期の日本海軍艦艇は、重心が高くても GM を大きくすれば復元性能に問題ないと考えて設計されており、ともつるも本型も春工時にバルジを装着して収益していた。この事件により、重心を下げる必要があると結論され、本型も徹底的な重心効果のための工事が行われた。その内容は以下の通り、 これらにより復元性能は約91度までに改善された。なお、その他に探偵類の搭載位置が変更され、一番砲のシールド形状が一部変更された。竣工していた初春、小ビは同年7月までに呉海軍交渉で緊急に改善工事を行い、浸水していた若葉、初下は改善工事を行った後に竣工した。仙台城にあった。 ありけ、夕暮れは船体をバルジの撤去、またはバルジのない幅に戻され、翌1935年3月に竣工した。1935年9月に第4艦隊事件が起き、特型で採用された船体軽量化をさらに推し進めていた本型も、船体強度が見直された。溶接による残存内力の除去や、甲板や外反の張り替え、 溶接部分の一部を溶接に改めるなどの工事を行った。外観上は選手朗言演部に丸みが付けられている。この時同時に環状に走る電線管の撤去2番3番手法シールドの一部改正が行われた。工事は初春以下4隻は同年8月から翌1936年5月にかけて有明。 夕暮れは1936年4月から11月にかけて6隻とも佐世保海軍交渉で行われている。これらの改善工事の結果、復元性、船体強度ともに問題はなくなったが、排水量が大きく増加し、速力が3ノット程度減少。兵装は特に魚雷兵装が3連装発射管1機、魚雷6本減少などを大きく影響し、 重兵装を狙った計画だったが、平凡な性能の駆逐艦となった。基本計画番号は5番艦、有明が F45 バイト、6番艦、夕暮れが F45C。4連装発射艦の開発によりまだ仙台上にあった、この2隻は4連装発射艦2機、手法は連装3機に計画変更になった。有明は、初春と同様にバルジを装着、夕暮れは、 バルジ装着と同じ幅に、船体形状を、改めて建造が進められたが、ともつる事件により計画は破棄され、初春と同様の改装を受けた。また4連装発射管が計画より、重量をオーバーしたために3連装発射管を搭載することになり、結局性能改善工事後の初春と同じ並走で、竣工した。初春とは、以下の相違がある。 法令上は1933年12月15日、官邸類別等級別表において、有明と夕暮れは初春型から外され、白露、しぐれ、紫と共に、有明型区畜館として新設された。1934年10月13日、さらに夕立と春雨も追加されるが、夕暮れまでと白露以降は、設計が変更されており、 船体構造も大きく異なることから、同年11月19日、有明と夕暮れは初春型に服され、有明型は白梅型と改められた。以降、有明型は正式な類別ではなく、改め初春型を指す、便宜上の故障となった。1937年7月の日火事変以降に、各艦は大陸方面へ進出したが、この時は、 環境天外に7 7ト、mm、ル機銃を搭載したほか、環境や機銃台に防弾板を設置したと言われる。太平洋戦争海戦時の兵装は、田村敏夫の調査によると、各艦海戦直前に93式魚雷を搭載できる、要発射艦を改造、魚雷12本を搭載した。1942年7月に沈没したコビは、海戦時と同じ兵装と思われる。 1943年7月に沈没した、有明、夕暮れは 40mm 基準を 25mm 連装基準に、乾燥、環境前に 25mm 連装基準1基を、ゾ備の状況だった。残る3艦は1943年10月までに2番砲を撤去して25立方 mm 連装基準を1基、ゾ備、中部ュー基準台の 25mm 連装基準は、 同三連装機銃に換奏、機銃の合計は25立方ミリメートル連装三機、同連装二機の計十一兆とされた。アゴ作戦後の兵装ゾ備の状況調査によると1944年8月から9月の時点で22号電単を全部マストに、13号電単を後部マストに装備、その他各艦単装機銃を、乾板上各所に14兆から16兆ほど、 装備している。初春型は6隻で打ち切りとなったため、同警艦4隻による、駆逐隊は初期型4隻からなる、第21駆逐隊のみ。残る、改め初春型2隻は、白月型初期ロット2隻と共に、第9駆逐隊を組んだ。佐世保神呪布席の初心、小日、初史も、若葉で編成した。百三十二年四月一日付で、解体した。 桜が駆逐艦2隻、カバが宅地区2隻からなる先台に続く2代目の第21駆逐区隊である。とも鶴事件後の初心、小日の改良と初死も若葉の春行延期によって編成に1年を要した。初期の性能に達しなかったため、新鋭ながら第2艦隊、第2水雷戦隊には投入されず、第1艦隊第1水雷戦隊に投入された。 太平洋戦争中は、近海の対戦紹介を皮切りに、序盤は南方攻略、中盤は北方紹介に当たった。北方では、アッツ島沖海戦やキスカ島撤退作戦で活躍した。1944年中盤以降、第5艦隊の機動部隊編入に伴い、都市合作戦に参加、フィリピン戦線に投入される。戦で若葉を、 北豪作戦で初春を喪失した。同海戦すりがお海峡野戦で全滅した西村艦隊よりしぐれを編入後、第1水雷戦隊の解体に伴い、第二水雷戦隊に転籍した。しぐれは非87戦艦護衛を兼ねて南方へ、進出中に戦没した。第21駆逐隊は北豪作戦で内地に帰還すると、可動駆逐艦をかき集めて再編される。 その後、菊水作戦に参加。棒の岬沖海戦で朝下、霞が沈没、小滝久を駆逐隊司令が戦死した。初下は、影楼型摂風のみになっていた第17駆逐隊に転出。その後、朝下、霞の助籍とともに、第21駆逐隊は解体された。所属部隊と所属駆逐艦の変遷は以下の通り、各艦の戦歴は、 各館の項目を参照。横須賀鎮守府跡の有明、夕暮れと白露型の白露、しぐれで編成した。1934年3月1日で解体した奈良型駆逐艦4席からなる仙台に続く4代目の第9駆逐隊である。1938年12月15日付で佐世保鎮守府の揉み型駆逐艦からなる仙台第27駆逐隊が マイズル洋行部第34駆逐隊に転出し、入れ替わりに佐世保に転籍したため、三代目の第27駆逐隊となる。白露型の竣工が遅れたために編成には一年半もかかったが、白露、しぐれの収益に先駆け、改め初春型二隻で一水戦に編入されている。日中戦争で実戦に参加した。太平洋戦争中は、ライン攻略。 インド洋機動作戦、サンゴ海海戦、ミッドウェイ海戦と広範囲で活動し、第二弾進行作戦のため四水戦に転籍して、ソロモン諸島の攻防戦に従事した。1943年7月、第四水雷戦隊の解体に伴い、第二水雷戦隊に編入されるも、夕暮れ、有明が相次いで戦没したため、最後の一年は補充分を含めて、 白露型4隻の駆逐隊として活動した。所属部隊と所属駆逐艦の編戦は以下の通り。各艦の戦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。